今回は雪婦人絵図後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。監督は溝口健二です。菊中雅也を上原健が演じています。上原健、晩年には男性用カツラの CM に堂々と出演したり、お笑いバラエティ番組にも熱心に登場したり、子供向け特撮番組にも出演していたんだって。そうなんだ。共演しているコメディアンのギャグを私もやりたいと懇願し、大スターの上原さんにそこまでさせるのはまずいと裏方スタッフを困らせるなど、飾らない庶民的な一面も見せていたらしいよ。なんかいい人そうだね。話は変わるけど、この作品の原作は小説新潮に1948年1月号から1950年2月号まで連載された船橋誠一の小説で、単行本は新潮社から刊行されたんだって。そうなんだ。ちなみに雪婦人絵図は1968年にも映画化されたんだよ。それは知らなかったな。それでは一緒に見ていきましょう。奥様、さようなら。バイバイ。長木様たちお帰りになりました。どうしました？話しました？何をですの？いや、昨夜の。あ、長木様何とおっしゃってました？私の負けよ。今日は東京行って。今度はいつ頃お見えになりますの？わかりません、今のところ。今すぐんですか？いや、山のホテルにちょっと寄って預けたものがありますから。私もともしますわ。しばらくぶりで足の子が見たくなりましたから。どうしたらいいでしょう。どなたか力を与えてくだされば。だから僕がついてるじゃありませんか。誰かが直行くから私をさらってくださらないかしら。それじゃあ人が変わるだけで、ひいさんはまたその奪ってくれた男にも同じように苦しむだけです。人の力を待ってるようではまたいつまで経っても救われませんよ。自分の力で解決なさい。自分を取り戻すんです。わかるでしょ、僕の言うことは。
ってるんです。分かってるんですけど。立派にお会いなさい。知られずこっそり死にたい。バカなこと言うんじゃありません。私京都行って直行に会ってきます。今度こそ雅也さんに褒めていただくわ。よしなさい。不愉快な時間を潰すだけだよ。また別れちゃ嫌でございますって言うんだから、無駄な話はよそう。いや、私今度こそはっきりお暇を。やぶなこと言うなよ。面白く遊ぼう。もういただけません。そういただきすぎては。あかん。まあそういうやつに飲め。しばらく見て京都で会ったんじゃ。さあこっち、こっち、こっち。おい、ゆき。おい、きれいなの来たよ。さあ、こっちおいで。おい。さあ。おい。結構です。ちげえ。おい、こっちかい。だい。先生、今ウツボ館からお電話ございましてね、熱海の奥様は京都でお怪我をなさいまして。え、すぐおいでくださいますように。あ、そう。
おけがやお遍路するな。眠り薬を飲み出したんです。それでご容体は？お医者さんはもうええやろ言ってお帰りやしたんですけどね。ほんまにびっくりしましたっせ。直行さんいらっしゃるの？今お医者さんとご一緒にお出ましやしたわ。おいでやした時はなんや決対な具合でだいぶこう揉めてたようにおしたけど、そのうちどうやら収まって、まあええやんばいやなあ思ってほっとしましたら、これどうすがな。何とかして強い人になってもらう、そう思ってるものはどうなんです？雅也さんが悪いんです。雅也さんがこんなにしたんですよ。冗談じゃありませんよ。人のせいにするのは卑怯だ。あなたは苦しみから逃げることばかり考えているじゃありませんか。戦って勝とうって気がちっともないんだから。そんなに強かったらこんなに苦しみはしませんよ。自分の汚さをどうかして払おうと思って、それがダメなんですよ。あなたは人間ですよ。人間としての生きる自信を持ちなさい。どうすればいいのよ。だから強くなるんです。私はダメ、私はダメなんです。本当山瀬さん、本当に私こうすりるほかどうしていいかわからなかった。この体さえなくなってしまえばいいと思った。雅也さんこそ育児なしだわ。卑怯だ。私にできないことをしろとおっしゃってながらご自分とか、今度こそひいさんに愛想を尽くした。
どうぞお帰りくださいませ。雪はもうないものとおぼしめして。京都の方のとこお帰りくださいませ。ところがそうはいかなくなったんだよ。もう京都は借金だらけで帰れなくなったんだな。あここを綾子にやらせようと思う。な、いいだろ。もう何も申しません。どうぞそば寄らないでください。ゆき、僕はお前を愛してるんだよ。今でもお前を愛してるんだよ。私はあなたを憎んでます。開けたものです。そんならお前は魔物だ。雪次郎だ。僕はお前をどうすれば捕まえるかと思って苦しんでる。お前は僕に会えば喜ぶから。僕はもう掴んだと思っていた。ところがお前はその時ちゃんと脇に立って笑ってる。お前、心になると俺を嘲笑っているんだろう。私がそんなに強いものなら、こんな。そうだ。天はうまく仕組んでくださるよ。そういう女にはちゃんと罰をお与えになるんだ。もっとお前に、罪深さの思いを知らせてやるよ。もう私のそばに来ないでください。もう私のそばに決して来ないでください。京都の方がここをですか。やることになるだろうな。そんなことを承知できません。できないったってそれはしょうがないよ。いくらなんでもそんな踏みつけたことを。ご自分はさんざ勝手なことをなすという。それじゃ奥様はどうなるんですか。出て行かれることになるんじゃないのか。いいえ、私が追いかせ申しません。だってそういう事態にしたのは奥様なんで。何をなすったんです。奥様がどうしたとおっしゃるんです。それは午前に聞いてくれ。すみません。もういいからみんな寝ろ。
やろって言うんだ。お前はあんなガキまで近づけていたのか。あなた、なぜ僕を殺そうとしたんだ。お前っていう女、子供の父親は誰だ。いえいえ、菊中雅也か、それともあの方か。何をおっしゃるんです。とぼけるな。京都でお前を診察した医者から聞いたんだ。お前はその子供ができたんで、それであんなことやったんだろう。私に子供が、医者がそう言ったんですか。知らんのか。存じませんでした。誰なんだ、男の名を言え。あなたのおかげ、誰があるもんですか。嘘つけ。本当です。私嘘なんか申しません。僕は信じないよ。そうですか。それではよろしいようにご解釈ください。おう、どうなりました。言わんよ、僕の子供かもしれんのだ。相変わらずだな、御前も。しかし確かな証拠があるわけじゃなし、当人の口から聞くまでは僕としては出ていけとまでは言えんよ。僕は明日彩子を迎えに東京行ってくるから、君から一つ雪に経営のことを話しといてやってくれんか。まあ、それもいいでしょう。奥様、京都の方がおいでになることをご承知になったんですか。仕方がありませんわ。仕方がないって、ご辛抱の杖にも程があります。私負けてしまいましたの。いくら戦おうと思っても、もう。奥様、菊中先生にご相談なさいませ。そうなさいませよ。マサヤさんにはもう会えません。どうしてでございます。恥ずかしくて。女ってなんて罪の深いもんでしょう。あんなに嫌ってる人の子供を宿すなんて。愛想尽かさないでくださいよ。子供ができるんです。お子様が。まあ、ちょっと君たちすまないが、遠慮してくれんか。奥様、ご心中をお察しします。奥様、本当のところを、ご本心をこの立岡にお漏らしくださいませんか。いや、私は奥様にご同情申し上げておりますんですよ。御前の奥様に対するお仕打ちは私どもが見ておりましても、ひどすぎますよ。時に菊中雅也さんとおっしゃるんですか、あの方。マサヤさんのことをおっしゃらないでください。マサヤさんは何も知らないんです。迷惑いたします。ご懸念には及びませんよ。
奥様。お進みなさい、勇敢に。奥様がどのような愛人をお選びになりましても、おそらく当然のこととして誰も非難はしませんよ。いえ、マサヤさんにはありません。マサヤさんに会うくらいなら、私死んだ方がマシです。御前はどうしても奥様のお言葉をお信じにならないんです。助けてあげてください。今奥様を救う人はあなたより他にはないんだから。奥様はあなたの救いの手を待ってらっしゃるんだ。ひいさんに子供までできたんなら、殿様との愛を立て直すことに努力すべきです。いや、それは嘘だ。あなたご自分を偽ってらっしゃる。そんなこと言っちゃそれこそ奥様もおかわいそうです。子供なんてものはどうにでもなるじゃありませんか。あなたはどうしてそう僕たちの中に立ち入るんです。僕たちのことは僕たちで解決します。ほっといてください。奥様遊んでても結構ですよ。直行さんも差し上げても結構よ。お二人とも食べさせてあげますよ。あんたたちも分かったわね。今日から私がこの奥様なんですからね。気に入らないことがあったらいつでも暇あげるわよ。私はご先代からずっとお勤めしてるんですから、昨日今日お近づきになったあなたのような方のおっしゃることなんか聞けません。なんだって？おいばあさん、もう一度言ってごらん。何遍でも申し上げますよ。ごめんくださいまし。菊中先生がお見えになりました。何、菊中？ちょっと御前様に。どこに？離れか。はい。よし。奥様、あなたの彼氏がお見えになりましたとさ。奥さんを愛してください。奥さんを本当に愛してください。お幸せにしてあげてください。僕のお願いするのはただそれだけです。そんな酒を食らってくるような奴も相手はできん。話があるならもう一度シラフで出直してこい。すいません。だけど飲まなきゃ苦しくて来らなかったんですか。でも僕の言ってることは誠心誠意、偽りのない気持ちですよ。帰ってくれ。とにかく今後一切ユキと交際しないでくれ。いいな。おい、立川君、連れてやったまえ。しかし御前、こう酔ってちゃ。じゃあまたこすから寝かしとけ。おい、おい、君、さあ、早くあっち行って寝よ。うん？さあ。奥様。御前がお呼びですよ、妖魔の方で。はい。待ってらっしゃいますよ。さあ、行ってあげてください。ご夫婦の仲なんてそんなもんですよ。
じゃやっぱり間違いです。違うんです。違うんです。あこ、やっぱりここはユキにやらせるよ。お前たちは京都へ帰ってくれ。冗談じゃないわよ。やっぱりって何さ。あんた、ここは京都でも言ったように私の名義で登記も済んでるのよ。しっかりしてよ。私のものよ。だけど私たちはあんた方を食べさせてあげるって言ってんのよ。それだけでも喜んでもらわなきゃならないのに。お前まで俺をバカにするのか。俺が今までしてきてやった。あんた乱暴をおやしに。いや、まあ、お前はいけないよ。いや、どうも。お前などと言ってすみません。実は、これと私との仲についても打ち明けてお許しを得ようと思ったってんでございますが。いや、まあ、それはそれとしまして。ここはこれの名義になっておりますが、事実上は私の名になんですよ。まあ、私もこれまで散々やりくりして、御前のご道楽を見て参ったんでございますからな。このお屋敷ぐらいは頂戴しても罰は当たりませんでしょう。そうよ。ですから頂戴いたします。さあ帳簿の整理をしよう。うん。ゆき
大変またお早いんでございますね。夜明けの足の子が見たかったもんですから。菊永先生はご一緒ではなかったんですか。ええ、そうですか。どうぞごゆっくり。すぐ熱いお茶でも持ってまいります。でございますが、え、はあ、え、はあ、はあ、御前様、御前様、奥様の足の声。ユキよ。やりきれない気持ちになる結末だったね。うん、あんなことになる前に雅也が旦那と別れて俺と結婚しようくらいの勢いで雪夫人を引っ張ってあげればよかったのに。
そうだね、雪夫人にはそれくらい強いサポートが必要だったよね。でも雅也にはそうすることが難しかったのかもしれないね。確かにお酒の力を借りて直行に奥さんを本当に愛してください、お幸せにしてあげてくださいっていうのが精一杯のような感じだったし、雪夫人が京都で眠り薬を飲んだ時点で雪夫人は意志の弱い人というより精神的に病んでる人って感じがしたから、雪夫人が一人で離婚まで持っていくのは難しいような気がしたな。そうだね、旦那と別れたい気持ちがあるなら弁護士に相談するのも一つの手段だったよね。確かに。他に何か感じたことはある？雪夫人と雅也がボートに乗ってるシーン、なんか爽快感があったな。そうだね。でも二人ともライフジャケットを着用してなかったからちょっと危なっかしい感じがしたな。確かに。あと雪夫人が山の上のホテルに向かって歩いていくシーンがなんか印象的だったわ。わかる。霧のかかった芦ノ湖も良かったよね。うんうん、そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。